じゃん。これが何かわかるでしょうか。まもなくわからない人たちも生まれてくるでしょうね。僕の大好きなキーというやつですね。キー。今日の楽しい車はこれです。キーがあります。色が3万円の有料色ですので、212万円ですね。212万円ですよこれ。ね、お買い得ですよね。まあ見てくださいよ。まあインプレッサらしい作り込みですよね。まあ、相変わらずそのこう開けた時にですね、いわゆるよくねステップバックせずにね、ステップバックしなくてもいいよっていうね、で、バスタブ型の、このカーゴルームになってまして、この奥にパンク修理キット。でもねこれスペアタイヤに乗るんですよね。で小物入れがあって、でねこれ毛が細かいんですね。ここねね、これ毛が細かいんですよ、このフックのね。でこれコンビニ袋、まあ剣ね、今安いですよね、あの、伸びるこのなんていうんですか、あの伸縮のゴムのねストラップですけど、数百円ですよね。僕今6本持ってて、ね、陸東号 の中とか外でこう組み合わせで使うようにしてるんですけど、数百円ですよね。あれの、まあ、車の中に入れておいて固定するといいですよね。で今日これ何ですかって言われたんですけど、これあのシートベルトですね。もうここを使ってセンターのシートベルト、でもこんなのがあるんだ、こんなあったこうやってるんですね。なかなかね凝ってますね。後ろのシートベルトなんて下こみたいなね。一応あの自動ではないんですけどリトラクターですよね。電動リトラクター、ちゃんとね考えられたねシートでね、この滑りやすいところにはね違う素材がちょっと使われててアクセントになってね、仙骨を固定するシートですね。まあこの WR ブルーパール伝統のねスポーツカラーに対して、まあこのソリッドの新しい世代の、まあ、ハイパーブルーですね。これはオアシスバラブルーという名前になってます。以前ハイパーブルーとして売ってたあの色ですね。で、フル LED ではないです。一番いい、GTH は、TSH です。TSH は、STH か。STH は、これはフル LED になるんですけども、これは LED なんですけれども、フルじゃない、で。ここにターンランプが入ってない。あれがそうなのかな、ちょっと比べるとわかりますよね。あのクロスレッグについてるやつが、でももう十分ですよね、これでね。あとあの、アレー式のね、ハイビームになるんですね、あっちはね。本当にね、こう、見慣れたね、シンプルなエンジンルームです。シンプルそのもの。
本当に昔のエンジンに比べて音の発生音が出ますよね。政党がいますけど、あの立憲民主党は信号無視していっちゃいましたね大丈夫でしょうか ね政党の選挙改善者が信号無視していっちゃいましたけど、まあそんなもんでしょうね。今の政治家はどいつもこいつもね、はい、信号無視あきると思う。さて、ちょっとね、中をね、見てください。209万円の別車とは思えないね、充実ぶりです。もうこのセンターインフォメーションディスプレイっていうのが、まあ、当たり前になってますんでね、あの LCD の 11.5 インチのね、ですけどこの UFD も立派なもんですね。昔のサイズと比べると本当に大きくなってますけど、でやっぱりカラー液晶 の11.5 インチのものが基本で設計されてますんで、やっぱりこれを見るとちょっと物足りない感じはしますよね。でも上にね入るオーディオが開発されましたのでね、他メーカーでもね、要するにいわゆる、セカンドパーティーっていうんですか、まあ、大手のパイオニアさんですね、ああいうところが出していきます。純正でもこれに合うやつはもちろんあるんですけども、これまでは例えばラジオだけとかね、オーディオもそういう CD みたいなのがつけたいっていうのにはしばらく対応できなかったんですけど、今はもう大丈夫ですね。いやー本当にね、あっという間にねいろんな対応がされてきます。でこのアンテナね、シャークウィンじゃないんで、逆に新鮮に見えますね。欧州のやつってね、これになんかねじりっていうか、コイルが巻いたみたいなね風になってますけどね、あれもかっこいいなと思いながら、一体あれは何の意味があるんだろうと、周波数が違うんですかね、こうコードが巻いたみたいになってるのがあります。まあ今はみんなね主力がこのシャークウィンで、ずっとみんなシャークウィンですよね。はい、ということでですね、今日は、このオアシスブルーのねインプレッサーを紹介しようと思います。まあ、黒いインプレッサで再三ね、ガソリンエンジンの良さをね、アピールしてますので、まあ、先行を調子だという方も多いと思いますけれども、で温度をね、ちょっと下げますね。暑い。何度あるんだよ、32度って出てますもん。昨日も暑かったですよね。まあ、ちょっとね、昨日びっくりしたことがあって、ね、やっぱ暑かったんで寒毛期だし、見たらまだ毛が取れそうだったんで、うちのシェパードリクト君に串をかけてたんですよ、串をね。そしたら多分引っ掛けたんだと思うんですけど、病巣にちょっとだけ血がちらっと見えたんで、串にね、あ、やめとこうと思って、もうそれでやめてですね、薬を飲ませなきゃいけないんで、薬を取りに戻って飲ませて、で見たら血だまりができてんですよ、フロアに、陸東号のね、オープンデッキのフロアにこれぐらいの血だまりができてたんですよ。でなんかちょっと濁った絵の具みたいに見えたんですよ、今の濁り系の、ちょうどあそこにオフィシャルブルーの今クロスレッグが見えますけども、あれってちょっと濁ってますよね、あれが赤くなった感じで、
と思ったら、えって言ったんで、リクトもえって思って見たら血が落ちてるんで、それペロ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 舐め始めて、おいおいおいなんて言って、どこから漏れてるか調べようと思って、でもそれ拭かなきゃいけないし、でちょうどあの除菌の不織布の除菌シートってあるじゃないですけどね、あれを取りに行って戻ってきて、で見たらもう血全部舐めちゃってて、どこだって言って見せてみろって言ったら意外におとなしく言うことを聞いてですね、見せてくれる。じーっと見てったら、ああ首のところにあるあの毛包脳腫ってやつですよね、あれが急にですね変な格好に変わってきたんですよ。で本当に乳首がこう突出してるようなそういう感じになってたんですけど、ついでそこから出たんですね血が。びっくりしました。エアコンが入ってたら夏やけど、びっくりしましたね。で拭いて、でその前の日に実は形が変になってたんで、いつもあのお世話になってる変な桜動物クリニックの、ね、先生に電話出るじゃないや、あの LINE であのいろいろ相談ができるのでね、 LINE を送って、 LINE でメッセージを送る、変な言い方LINE 送る、これおかしいですね、 LINE 送るバカかみたいなね、 LINE でメッセージを送ったんですけども、でそしたら見せてもらいたいので7日の日のね、何分なら予約が取れますっていう、いわゆる外来、一般外来じゃなくて予約のね枠をご連絡いただいたので、で、明日の5時15分の診察でお願いしたんですけど、いやー下の5時15分に行くつもりで仕事を組み立てていけばまあね、行けるので、まあそのちょっとその腫瘍の形に変わるのが怖いですよね。綺麗な血じゃなくてね、それもちょっと濁ってたらも気になるんですけど、まあ本当にねこれまでが順調ですのでね、変なね病気にさせたくないというか、 なったなら早くね治してやりたいと思ってるんですけどね、何でしょうかねあれはね、まあ、そんなこともあってですね、本当に2日間あっという間に過ぎて、今朝午前中は、スクラップに出す車をちょっと整理しようということで、やっぱりいつまでもね今部品がなかなかね、廃盤になっちゃうものも多いんで、取ってある車もあるんですけれども、まあこれはもう、ね、もうやっぱり出しちゃわないとね次の車入ってきますんでね、やっぱりいろいろしょうもないねっていうのを、まあ、見切るついでにずっと掃除をしたわけですけど、やっぱりいつもその全員の目が届かないところにはこう決まってね、1回はこう全員で入って掃除するってのは大事なことだなと今朝つくづくと思いつつね、この3日ここまでほとんど掃除に明け暮れて、ね、まあ犬の掃除みたいなもんですよね、毛を取るのもずーっと掃除に明け暮れてましたけども、おかげで、ビールは美味しかったです6月もあっという間に6月6日で、今日でこう6日ほぼ1週間終わったわけですけども、明日が金曜日で土日があって、そういう繰り返しの中でね、この新しい車が次々と入ってきてますんで、順番にね、紹介していきたいと思うんですけど、まあ今本当に届いたばっかりで、まだこれ映してみたら 5.8 キロですよ、5.8 キロリセット、70キロ走る。確かにねこのシートね、ここ結構パシッと張ってて、このサイドがスポーツシートみたいです。乗り降りしやすいし、これいいシートですね。で電動装置は入ってないんですけど、多分シートの基本っていうのは同じだと思うんですね。今一番下がった状態で上げていって、ちょっと上げて、ちょっと高いけどいい感じ、いい感じ。今アイドリングストップがバンと効いてます。
で、これの場合は、ね、オートビークロールのここでね、変える機能で選ぶようになります。ここは矢印信号じゃなかったですね。力ありますよ、この加速。昔の EJ の頃と全然違いますね。この FB20 っていうエンジンも本当に抑制されていいエンジンになりましたよね。で、DOHC のね、その DOHC、大体この DOHC っていう言葉がね、もう陳腐化してるっていうと変ですけども、昔はね、DOHC 神ぐらいの存在だったのに、当たり前でね、名前すら今出てこなかった DOHC ね、DOHC のその凝ったエンジンでね、で、モーターついてない、まあ、いわゆる本当に ICE と言われる内燃機だけのなんですけど、これとこのリニアトリニックの相性ものすごくいいですね。で、車は軽いので、軽いんですよ。こういうところのちょっとこう抑揚のあるコーナリングをするとすぐ分かるんですね、これ軽いんです。このあとね、昔はここですごいあのジャンピングスポットがあって車の特性が良かったんですけど、今はですね、この上の上にあるこのうねったところが車を評価するのに非常に分かりやすいところで、まあ、そこでまたね、この車の動きを、説明したいと思うんですけども、車のランニングチェンジって言って、大きく変えるんじゃなくて、ね、小さなところは製造しながら少しずつ改善することもありますので、で世間工はマイナーチェンジ、それがビッグマイナーチェンジ で完全に新しいのをフルモデルチェンジで作るわけですけども、これはまだマイナーチェンジにですね、対応してない車なんですが、ランニングチェンジで細かくは変わってるはずですよね。その印象なんかもね、もし感じたことがあればこの後伝えたいと思うんですけど、本当に滑るように走りますよ。こういうね、いい車乗るとね、やっぱり素性のいい車ね、タイヤをね、いろいろとね試してみたくなりますよね。ですからね、もう今みんな SI ドライブが当たり前に入ってますし、この凝った制御パドルもね全部ついてます。昔はベースグレードにはこのパドルがなくって、 SI ドライブも入れなかったんですよね。で、まあ S モードってやつあったりしたんですけど、
これは悪くないですよ、別に僕はあの道路をいっぱいいっぱい使うんですよね、車が白線を見て判断してアシスト入れてるんですけど、軽くていいですよこれ。やっぱりトレンドから外れるっていうのはそういうことなんですよね。これは絶対買いだと思うけど本当に、いや、あの気付きがあって良かったです。これもこれからの人はね、これを見たことないっていうね人がいっぱい出てくると思いますけど、このキーがあるっていうね、大体このスバル作り慣れてないんで、すごくね今まだね新品なの違和感があるんですよこれ昔ありました、このが、あのスペアキーを作ったばっかりのやつを車に合わせるとこういうぎこちないね刺さり方をするキーがあって、これぎこちないんですよ、そういうところがね全くもってね、あのいいですね、改めて新鮮ですよね。
まあそれはね、こういうのもね、洗濯しちゃダメですけどね、一応中にねリモコンのユニットが入ってますから洗濯しちゃダメなんですけどね。猫ちゃんがのんびりと、ね、黒猫が前をよぎってきたんですけど普通走るんですけど、今ね、のうのうと歩いちゃいました、ね。いやー、今朝掃除してたらのうのうとね、大丈夫かみたいな、掃除して、あのやっぱりちょっと事故した車なんかあると、あのアンダーカバーなんかこう、あの変形しててこう地面に当たってて、それをギューって動かしたんで、ザザザザザってなって、ザザザザザってどけたらですね、何か地面にいるんですよ、これ、ね、大丈夫か、カナヘビですよ。久しぶりに見ましたけど、いつも見るあの、いつも見るトカゲはツヤツヤしたトカゲで、そいつはねツヤツヤしてないんですね。ね、ツヤツヤしてなくって、あの本当に恐竜みたいなね姿の、やつなんですけどね。車でした。色もいいです、ね、ちょっとね、またいろんなことを考えてみようと思ってますんで、その都度いろんな紹介したいと思います。今日はオアシスブルーの一番ベーシックなインプレッサーっていうのが今どんなのかというのをね紹介しました。本当にね、あの今これ AVH 焼いてますね。 AVH っていうか、ね、こうこれいいんですよ。これで、ね、アクセルもどこかで動いてくれます。あのブレーキから足を離しても次にアクセル踏むまではずっとホールドして、で、アイドリングストップも解除されるっていうものなんですけども、まあこういうものが入ってて、で、こういうソケット、まあこれはねもう今スタンダードになりましたけども、でオーディオコントロールね、こう SI ドライブを、あとパドルがついてて、これ装備ですよね、いわゆる ね。それでいてですね、なんと、ね、209万円なんですよね。まあ、ぜひね、ご賞味くださいということで、今日はこれで終わります。